皆様ごきげんよう、玉木ひみかです。南紀音楽文庫についてお話ししたいボリューム8の今回のテーマは、南紀音楽文庫にはどんなものがあるの？と題しまして、南紀音楽文庫に所蔵されている貴重楽譜、貴重資料などのほんの一部をお話ししたいと思います。まずは南紀音楽文庫についてお話ししたいボリューム4でお話しした通り、南紀音楽文庫の特色は今となっては入手困難なコレクションが揃ってあること、そして作曲家直筆のサイン入りの楽譜や手紙があること、また主託本、人の手から人の手へ受け継がれていった手垢のついた楽譜や音楽書があることです。南紀音楽文庫の中核をなす2大コレクション、カミングスさんの旧蔵書にはインキュナブラ、アンセムやオラトリオなど宗教音楽楽譜、ヘンリー・パーセルを中心としたシェフ楽譜、ヘンデルのオペラ、リナルドの初版歌曲集などなど、続いてチェリストのジョセフ・ホルマンさんの残したすべての楽譜から、ホルマン自身が作曲したチェロのための作品、サンサンスやガブリエル・フォーレのサイン付き楽譜、その他南紀音楽文庫にはベートーベン直筆譜、ベートーベン直筆書簡、ベルリオーズの直筆楽譜、セルゲイ・プロコフィエフからヨリサダに贈呈された署名入り楽譜、フランスの幻の音楽出版社スナール社の室内楽シリーズ、フランツ・リストの楽奏スケッチなどなどなど、今挙げてきたものは2万点を超える南紀音楽文庫の蔵書のほんの一部です。はい、ということでこちら南紀音楽文庫起用1号、2号、3号と、今岡山県立図書館で、こちら無料配布されているので、南紀音楽文庫のことをもっといろいろ知りたいっていう方はぜひお手に取ってみてください。裏はこんな感じです、はい、次回は南紀音楽文庫の貴重楽譜、ベートーベンの直筆譜についてお話ししたいと思います。